はい、こんにちはレトスののです10月21日の3問に入る前にちょっとこちらの、えー、ある有名人の言葉をご覧ください努力せずに何かができるようになる人のことを天才というのなら僕はそうじゃない努力した結果何かができるようになる人のことを天才というのなら僕はそうだと思う人が僕のことを努力もせずに打てるんだと思うならそれは間違いです このように言ったのは誰もが天才と呼ぶイチロー選手なんですねイチロー選手がこれまでの人生で自慢できることは何ですかというインタビューでこのように答えました高校時代の3年間毎日欠かさず素振りをしたことです努力こそ今の一郎選手を作り出しているわけです毎日の努力の結果がメジャーでの大記録を作っているんです目標の大きさは違っても卓見も同じことが言えます 毎日コツコツ勉強を重ねるからこそ合格できるんですやったりやらなかったり試験直前になって慌てて勉強したりこれでは実力もつきません毎日勉強ができればあとは努力の仕方です単に勉強すれば努力をすれば実力が上がるというわけではないんですね当然のことながら実力が上がるように試行錯誤しながら勉強する必要があります今日から次のことを考えましょう どうすれば合格できるのか合格するためにはどのような勉強をしないといけないのかこれらを考えながらコツコツ毎日勉強を積み重ねることが重要ですで今開講している個別指導では上記試行錯誤を私と一緒に行っていきますもちろん効率的な勉強の仕方あるんですけれども人によって多少カスタマイズが必要なのでそれを個別指導では一緒に行っていきます来年こそ絶対合格して一緒に喜びましょう 個別指導の内容を申し込みは動画の下の概要欄にございます来年こそ絶対合格したいという方は個別指導をご検討くださいでは本日の問題に入っていきます不動産登記法ですね建物が滅失した時は表題部所有者または所有権の登記名義人はその滅失の日から2週間以内に当該建物の滅失の登記を申請しなければならないルか×かという問題ですね でこの問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは×ですね建物が滅失した場合あと建物の樹目が変更した場合とかあとマンション以外の表題登記がない建物の所有権を取得した場合とかその日から1ヶ月以内に登記しないといけないんですね2週間以内ではないです 今回の問題は、滅失の日から2週間以内と書いてあるので、これが誤りです。正しくは1ヶ月以内です。で、建物の滅失の場合っていうのは、建物の滅失の登記。地目が変更された場合は、地目の変更登記。あと、表題登記のない建物。これの所有権を取得した場合っていうのは、表題登記。まあ、これらを1ヶ月以内に行ってくださいよっていう話ですね。これらすべて頭に入れておきましょう。 で上期っていうのは申請時期が1ヶ月以内って定められているんですが、定められていないものもあるんですね。それ何かっていうと、表題部所有者の氏名だったり、住所だったりを並行した場合です。つまり、氏名や住所の変更登記っていうのは申請時期が定められていないので、変更登記自体、絶対にやらなければいけないっていうわけではないってことなんですね。義務ではない。任意だということです。この点も併せて覚えておきましょう。 で、問2ですす。ね。重要事項説明です現地案内所を設置してそこで重要事項の説明をさせようとするときには当該説明は案内所に掲示されている標識に記載された専任の取引士でなければならないまるか罰かという問題ですねで答えはツですまず案内所等で契約したり申し込みを受けたりする場合成年者である専任の取引士を1名以上置かなければなりません まあこれは基本事項ですよね。これは絶対に頭に入れておきましょう。そして案内所等で重要事項を説明する場合、この専任の取引士でなくても構わないんですね。まあ、通常の取引士、専任でない取引士であったとしても、重要事項説明可能です。なので答えは×になります。で、専任の取引士と取引士、まあ、普通の取引士ですよね、の違いについては個別事導で解説させていただきます。でちなみに、宅金合格者イコール取引士じゃないんですね。 ここをちょっと注意しましょう。まあ、取引士って、宅剣士って言われるもんですね。これ、イコールではないので、この点注意してください。宅剣に合格しますよね。で、その後、知事の登録を受けます。で、取引士の交付を受けます。で、これでめでたく取引士です。まあ、登録を受けたら取引士っていう考えもあるんですけども、ただ、この時点では取引士がないわけなので、取引士としての仕事はできないんですね。その点が頭に入っていれば大丈夫です。 で3番ですね。開発許可です。開発許可を受けた者が、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事の許可を受けなければならない。丸かツかという問題ですね。答えはツです。開発行為の廃止は、遅滞なく知事に届け出るだけでいいんですね。許可まではいりません。このような引っ掛け問題って、卓研試験の作成者は好きなんですね。許可と届け出の違いですね。なんで、しっかりこの部分。 え問題文を読んで回答していただければと思います細かい部分についてはこの無料動画ではちょっとお伝えしていませんので細かい部分まで理解したいとで、卓研試験絶対合格したいというのであれば個別指導をご検討いただければと思いますこの動画の下の概要欄の方に個別指導の概要ありますのでご確認いただければと思います来年の合格目指して一緒に頑張っていきましょうレトスの小野でした そして個別指導の内容なんですけれども個別指導の一番のキーワードとなってくるのが理解学習なんですね達研試験は理解学習ができないとなかなか合格するのは難しいですもちろん運良く合格する人もいるでしょうでもやっぱり合格すべくして合格したい次の試験で絶対合格したいというのであれば理解学習が必須になってきますつまり達研の教材の内容を丸暗記で学習するんじゃなくて テキストの内容丸暗記、過去問の内容、過去問の解説丸暗記、そういった勉強じゃなくて、ちゃんとこの解説はどういったことを示しているのか、どういった理由でこのど、どういった理由でこのルールができているのか、またそもそもこの問題文はどういう意味なのか、どういう状況なのか、どういった質問がされているのか、そしてこの法律と関連して頭に入れておくべき内容は何なのか、具体例は何なのか、 さらには、そもそも問題文がどういった状況なのか、何を質問されているのか、それに対してどうやって答えを導くのか、ここまで考えるのが理解学習なんですね。これができないとなかなか達見には合格できません。なので、個別指導ではあなたに達見合格していただくために、この理解学習をあなたに落とし込んで実力をどんどん上げていただきます。そのため私たちレトスが使っている教材というのは、理解学習ができる教材なんですね。 テキスト、過去問集、また、受講者専用ページ、これらはすべて理解学習ができる教材になっております。テキストは4冊あります。権利関係、宅研業法、法令上の制限、税その他、また、過去問集も同様に4冊あります。で、さらには特典として、宅研合格するための勉強法のテキスト、これも合わせてお送りさせていただきますので、本ベースになっているのは、この9冊です。 テキスト4冊、過去問集4冊、勉強法のテキスト1冊、合計9冊です。さらには特典として、期間とか期限とか罰則などの覚えるべき数字をまとめた小冊子。さらには語呂合わせ集。そしてこの後お伝えをする小テストや総合テスト。これについても一緒に合わせてお送りさせていただきます。で、テキストだったり、過去問集だったり、受講者専用ページ。さらには小テスト総合テスト。 これらには理解学習していただくために必要な具体例、イメージ、問題の解き方、考え方、対比、関連付け、こういったものを記載しております。ここまで記載している教材って、まあ、ほぼほぼないですね。市販の教材でもないですし、予備校通っても、また大手の通信講座さん受講したとしても、ここまで記載している内容っていうのは、ほとんどないと思います。ただ、達見合格するためには、ここまで必要なので、 弊社の教材にはここままで入れておりますそして実際受講していただくとこれを使いながらまあはじめはですね基本的には過去問集を使いながら勉強を進めていただきますあれいきなり過去問集いきなり問題解くのって思われたかもしれないんですけども問題を解くまあはじめは正直問題解くというよりも問題を読むでいいです初めて勉強される方は問題なんか解けるわけないじゃないですかなので問題文と解説を読んでいただいてどういった内容を勉強するのか 問題文ってどういったものなのなかこれに慣れていただくために問題と解説を読み進めていただくといった流れにしております初めにもちょっと触れたんですけども問題文がどういった状況なのかまた何を質問されているのかさらにはここで頭に入れておくべき内容が何なのかそういったものが過去問集すべて含まれているんですよ実際テキストよりも過去問集の解説の方が詳しい内容があったりするんですね またできるだけ過去問集にテキストの内容も入れておりますので、過去問集を使いながら勉強を進めていくのが非常に効率的です。で、実際1日どれくらい勉強しなきゃいけないのか、これは人によりますけれども、また受講する時期にもよるんですけれども、まあ1日1時間半から2時間ぐらいは取っていただけたらなと思います。まあ、早くから受講した方、10月中に受講していただく方については1時間ぐらいでもいいんですけれども、まあ、できれば1時間半とかは勉強していただければなと思います。 朝30分、夜1時間でもいいですし、まあ、逆でもいいですし、また30分、30分、30分とかでもいいですし、もっと細切れにするっていうことでも全然構いません。 まあこれは受講していただいてからお客さんとメールのやり取りをする中でまあこういうふうなやり方がいいんじゃないですかってアドバイスさせていただきますのでご安心ください。また計画は弊社の方で立ちさせていただきます。私が計画を立ててそれをお送りさせていただきます。で実際それに従ってまあ勉強を進めていただくんですね。問題集を進めていただきます。でも、まあ、ある程度も勉強されている方まあ一回落ちたというのであればまあ勉強しているじゃないですか。まあそういった場合はもうどんどん問題解いていってもらって構いません。 でちゃんと解説を頭に入れていく、まあ、もちろん1回で頭に入るわけはないので、まあ、何回か復習するんですけども、まあ、問題集をどんどん進めていただくで週に1回ですね私の方から勉強できていますかっていうメールをお送りさせていただきますこれが週1回の進捗管理ですね計画表を私が作ってお送りしてそして週に1回勉強できているかどうかの確認をさせていただきますつまり計画の管理も、えー、私たちレトスが行います で、勉強していく中でわからないこと出てくると思います。そんな時には、24時間365日質問し放題。このサービスありますので、わからない部分あったらお気軽にメールいただければと思います。ご質問ください。また、受講者専用ページ。ここには過去問15年分以上の詳細な解説が載っています。無料の解説よりも詳しいものもたくさんございます。また、こちらに過去問集の解説動画とかもあるんですね、まあ。全てが全て載っているわけじゃないんですけれども、 必要に応じて載せてます。なので、過去問集進めていく中でわからないものがあれば、この受講者専用ページで確認していただくのもいいですし、まあそれめんどくさいっていうのであれば、もう直接メールしていただいても構いません。で、勉強を進めていく中で、小テストとか総合テストがあるんですね。小テストは13回分、総合テストは各分野、権利関係、宅権業法、法令上の制限、税、その他、各1回ごとあるので、4回分ございます。 これは実力確認プラス実力アップのために使います、まあ、過去問集とかでは載っていない内容とかもこちら含めているので、まあ、点数が取れるかどうかっていうのはあまり気にしなくても大丈夫ですそれよりもわからない部分を見つけてそこをしっかり克服していくそういったことを行いますで今言った内容っていうのは全てもう効率的な勉強法の落とし込みを行っていただく内容になっているんですね 効率的な勉強法っていうのは理解学習です理解学習を行っていただくために今言ったような過去問集を使っていただいたりとか計画管理をさせていただいたりとか小テストを行っていただいたりとかわからない部分は質問していただいておりますでテキストの使い方これよく受講された方に聞かれるんですけども、まあ、テキストってあんまり正直使わないんですよこれ意外かもしれないんですけどももちろん全く初めて勉強される方はテキストをさらっと読む感じです 例えば意思表示であれば意思表示の1ページ2ページ読んでいただく感じですねもう全部読むっていう必要なくてあとは問題集を使いながらどういった問題が出題されるのかっていうのを確認して勉強を進めていった方のが理解学習を実践することができますなのでテキストは必要に応じて使う感じですねテキストは辞書的なイメージと考えていただければと思います分からないことがあった時に 確認するだったりとか、整理をしたい時にテキストの表を見るとか、まあ、そういう感じで補助的なツールとして、補助的な教材として使っていただくのがいいと思います。なので、個別指導の流れをちょっとまとめると、受講していただいたら、私から教材をお送りさせていただきます。で、計画表もお送りさせていただきます。さらには、どうやって勉強を進めていくのか、その勉強法についても最初にお送りします。メールでお送りします。 もちろん、勉強法のテキストも、まあ、一度は見ていただいた方のがいいと思います。そんなに分厚いものじゃないので、もうさらっと一日で読めるものです。で、お送りした計画表に従って、過去問集を読み進めていただく。もしくは解いていただく。で、わからない部分があったら、ご質問いただいたりとか、受講者専用ページのこちらの動画を確認するとか、そのように進めていただきます。で、この勉強を進めていく中で、悩みが出て勉強ができない、勉強止まっちゃうってことも、まあ、多々あると思うんですね。 でそのような時もご相談いただいても大丈夫です。意外と質問よりもそういった私生活の悩み、プライベートの悩み、仕事の悩み、転職活動の悩み、家庭の悩み、夫婦間の悩み、恋人との悩み、もういろんな悩みをメールでご相談していただいております。もちろん私で解決できないこともあるんですけども、やはりこのメールをするだけでも心が軽くなったりするんですよ。 結局は勉強は続けないと実力って上がってこないので、なので何か悩みがあったりとか、まあ、不安が出てきたりとか、そういった時はお気軽にメールいただければと思います。私が全力でサポートさせていただきます。で、サポートの期間なんですけれども、次の試験まではこれ全て入っております。で、万一次の試験で落ちた場合なんですけれども、翌年の試験日までは 24時間365日の質問サービスと、受講者専用ページの閲覧も無料なので、この点もご安心いただければと思います。今からであれば、あなたに次の試験で合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導のお申し込みについては、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認ください。既に個別指導の販売ページ見ていただいている方は、下スクロールしていただければ、お申し込みのボタンありますので、そちらから直接お申し込みいただければと思います。 あなたの受講をお待ちしております卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう